おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、吉谷さんから確実にバズる動画っていう風なねタイトルの動画を送られてきまして、動画概要欄につけておきますけども、まあ、確かになと思いますよね。こういう経験あると思うんですよ。例えばね、ずっと無名なミュージシャンがいて、で一発ね大きな曲でドーンとね J-Rock みたいにヒット曲当てましたって言ったら、過去の CD も売れていくみたいなね。要するにブレイクすることによって平凡なその過去ですら価値を帯びるっていうんですかね、そういうことがあると思うんですよ。で私はね今隠居暮らししてますけども、ちょっと前はねインターネットビジネスで山をこうかなり作った時代があったわけなんですよ。まあ今でもその余波でやってるようなもんですけどね。でももともと私40歳まではしがない麻雀店の店員で、その前はねガードマンだったわけですよ。日当6300円の、まあ、そうなるとガードマンから這い上がっていくストーリー、麻雀店の、まあ、赤字麻雀店のオーナーから這い上がっていくストーリーっていうのができていくわけですね。でもずっと例えばねガードマンだと、私はここまでねちょっと情報発信で光ることはできなかったのかなと思いますし、ずっと麻雀店やっていて麻雀の放送しててもなかなか鳴かず飛ばずだったんですよね。やっぱブレイクすることによって麻雀とかガードマンっていうのが見直されるっていうこともあります。多分私はねガードマンとして今やるんだったら、ガードマンをしてでも情報を発信すると思うんですよ。例えばガードマンっていうのはいろんなところに派遣されるんですよね。山奥とか僻地とか、それから山間部とか、そういうところに行った時に、まあ、ちょっとした休憩時間に風景撮りながらそこで感じたことをお話しするとかね、まあ、そうすると、まあ、そこの土地とか、そこの、まあ、なんて言いますかね、まあこう雰囲気とかっていうのは多分情報発信できると思うんですよ。まあ、その中で、ああいいとこだなあそこみたいに感じていただく方がいたりとか、たくさんの場所をそうやってね放送することによって、まあ、旅ログみたいなのができるんですよね。この旅ログってのは、旅に行くぞ、よし旅ログ作るぞっていうのはとは全く違ってですね、仕方なく派遣されたところをいかに美しく見せるかみたいなね、そんな旅ログになってなかなか面白いんじゃないかなって想像しますけどね。まあ、これも私は情報発信をいろいろやっていて、平凡なことを平凡じゃなくするような工夫をね今まで重ねてきたから、まあ、ちょっと思いつくことかなと思うんですよね。まあでも難しいかな、でもまあでもやってみると思いますね。私ね、今私がガードマンだったら、もし私が今麻雀店の店員だったら、インターネット使ってこんなことやるぞってアイデアは、まあ、結構出てくるかなと思います。さあそれでね、私の速稼塾の中にも大きな成績を出してくださる方っていうのはまあたまにいるんですよ。たまにいるんですけど、私積極的にそれをね紹介する気にはならないんですよね。というのが本当にねたまたまそういう人がたまに出てくるっていう程度で、打率が8割9割だったらそういうことっていうのは一生懸命紹介するんですけども、やっぱ打率がね1割とか2割のことをさも誇ったようにお話しするのはどうかなっていうところはあるんですけども、でも反面私が速稼塾ってものを立ち上げなかったり、吉谷さんがドリームアカデミアっていうのをねやらなければ、そのたまたまの1割すら出てきてないってことを考えると、やっぱりね紹介するべきなんだろうなと思います。実績を出した方っていうのは、そういう意味では吉谷さんと私のディテールっていうのは、吉谷さんは積極的に塾生さんの実績を紹介すると、私はあんまり実績を紹介しないと。もちろん頼まれればねやりますけどもね。だからそういうところの違いもあるけども、お互い、まあ、売り上げはちゃんと作れているってところで、まあいけてるなというところでございます。さすがだな吉谷さんと思います。ちょっとこれやめてくれる、やめてくれる、やめて、それで私 FX についてちょっと思うことがあるんですけども、 FX ってね短期的にはいいんですけども、ずっとやってたらやっぱりね損害を出すことがあるんですよ。全損する可能性があります。ですんで学習とか理論とか大事だと思います。リスクエッジでも大事だと思いますけども、必ず FX で相場が崩れてね、投入した資金を溶かしましたっていう話、どんな成功者にも出ると思うんですよ。でその時にどういうふうに立ち回るかによって生き残る人とそこで離れていく人っていうのが決まると思うんですけども、私も FX ずっとやっててね、あここはやってなくてよかったなっていう場所が結構あるんですよ。というのがこの前もそうなんですけども、安倍総理がね8月28日になんかこう記者会見する時に、私は相場を離れていたばかりか放送でもね、FX のリアルタイムトレードしなかったんですよね。まあ、それは私的には多くの人に損害を与えずに済んだ、もしくは間違った成功例をね体験させずに済んだかなと思っております。ちょっとやめてくれる、こらーこらーということでございます。いってらっしゃい。